三重県下初のボートレースチケットショップとしてオープンしました。ミニボートピアナバリも今月で開設2周年を迎えます。今日はモンスター野中和夫さんのトークショーも盛り上がりましたが、モンスターカップは頂上決戦を残すのみとなっています。優勝戦目立った動きはなさそうです。1号艇マスターケージの引戦です。久しぶりのトーチ参戦でしたが、予選はオール2連隊でまとめシリーズリーダーを射止めています。2コースは2号艇佐々木康幸、今節は通算1600勝も達成、初日のドリーム男です。3号艇佐久野久志はエンジンは初日から抜群、ここでもパワーに物を言わせます。4号艇石塚雄介、先日待望の第1子も誕生、初優勝と合わせてダブルで祝砲をあげます。5号艇山崎雄二が5コース、これで2節連続優勝、スタートこそ無理できませんが、そこはターンで勝負です。6号艇杉山正樹、直線は気配上々なだけに大外からストレートパンチが炸裂するか。カードは4コース4号艇石塚雄介で3対3の枠なり進入2つに分かれています。風の方は依然としてホーム追い風4メーター前後となっています。第12レースミニボートピアナバリ2周年記念の優勝戦です。スタートまではまもなく10秒前、内側から1番2番3番ダッシュが4番5番6番です。スタートしました。4コース4号艇石塚、トップタイミングを切りました。1マーク、その4号艇石塚がまくっていくか。3号艇佐久野が突っ張った。そして陰線1号艇マスター間を割るか。5号艇山崎、切り込んできたのは2号艇佐々木になっています。突破争いは3号艇佐久野が一定市販リード、2番手1号艇マスターが打ち、外は4号艇石塚が並走、4番手から2号艇佐々木が続く。スタートは正常です。1周にマーク、3号艇佐久野がクリア、2番手1号艇マスターが小回り、握っていったのは4号艇石塚になります。2番手の水は外4号艇石塚、内側から並んでくる1号艇マスターが並走、2番手が接戦で2周目に入っています。2周1マーク、3号艇佐久野久志が先頭クリア、2番手の水は1号艇マスターに対して握っていったのは4号艇石塚、石塚全速、これが決まって2番手、3番手が1号艇マスター、内側から2艇審査、今度は5号艇山崎が接近です。2周にマークは3号艇佐久野久志と4号艇石塚雄介がクリアします。3番手の次は内5号艇山崎を抑えながら1号艇増田が旋回、切り込んでくる5号艇山崎が4番手か。現在上位は3番4番1番の順、4番手以降5号艇山崎、2号艇佐々木、6号艇杉山、最終周回です。3周1マーク、3号艇佐久野、4号艇石塚、1号艇増田、3番4番1番の順、内をつく5号艇山崎が4番手です。1周1マークは角から4号艇石塚が仕掛けようとしましたが、その石塚を止めながらまくりました。3号艇佐久野久志が先頭、今年は4月の三國について2回目、通算打28回目の優勝です。佐久野久志が最終ターンはクリア、2番手4号艇石塚雄介、1号艇増田圭司が3番手、3連単満州で 200.7 倍、まもなく合流。先頭3番佐久野久志優勝5輪、2番手4番石塚、3番手で1番増田が5輪、4番手以降5番山崎、2番佐々木、ラスト6番杉山、五輪です。